ございます。西村愛です。災害と明日の防災を考えるネットワーク1.17。1362回目の放送です。あっという間に11月最後の日曜日になりましたね。もう来週は12月ですよ。びっくりしますね。いや、まだ言わんといてーという声が聞こえてきそうです。 年賀状の準備をしたり部屋でクリスマスの飾り付けを子どもたちと楽しんだりとシワスラやってくるのを日々実感しています皆さんはいかがお過ごしでしょうかそんな中21日のことですインドネシアのジャワ島西部でマグニチュード5.6の地震がありましたこれまでに多くの方の死亡が確認されています現地では 地震の強い揺れによって各地で土砂崩れが発生しまたその後も多くの余震が相次いだことからおよそ5万8000人以上が倒壊した住宅などを離れ避難生活を強いられていますこのうち西ジャワ州チアンジュール県の中心部ではおよそ100人が空き地に集まり店頭代わりにビニールシートを貼って過ごしていました 発生から24時間以上が経っても支援物資は届かず被災者は手持ちの食料を持ち寄って空腹をしのいでいるというニュースも見ました地元メディアによりますと被災者の間では食料の他に毛布や紙おむつも不足しているということですが土砂崩れで道路が寸断され支援が行き届かない場所も多くインドネシア政府が対応を急いでいます もし家が倒壊してしまったら、非常用持ち出し袋のチェックはしていますか寒くなったので、回路が必要になってきますね。また、小さなお子さんがいるご家庭、おむつが必要でしたら、サイズアウトしていないか、また、入っている服が夏服のままだったら寒いですよ。長袖を追加するなど、改めて確認をしていきましょう。また、外出先で地震が起こるかもしれません。 普段持ち歩いているカバンの中に携帯電話の充電器や携帯トイレなどに加えてカイロなど寒さ対策も必要だなと感じました皆さんは冬の防災どんなものを備えていますか皆さん 発達障害という障害をご存知でしょうか知的障害や特定のものに対してのこだわりが強いなどの特性がある自閉症や読む、書く、計算するなどの特定の学習だけが困難な学習障害などの総称です。今日は発達障害時の防災活動などを行う NPO 法人安住の代表水上さゆりさんと児童発達支援管理責任者の郡奈美さんに発達障害がある人の災害時の備えについて教えていただきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします水上さんあの発達障害というのはどんな障害なんでしょうか私の息子も、えー 重度の知的障害で発達障害もあります、はいうん、で、自閉傾向がかなり強いです,ですなのでこだわりだらけの息子が一人おりますどんなこだわりがあるんですかそうですね息子のこだわりっていうのはあの同じ洋服を着ないといけないとか、うん、同じものを食べないといけないとか<ー>もしくは一日の流れが決まっている、うん、朝起きたらこれをして次にこれをしてって順番が 彼の中で決まってるんでですね、うん、でそれを万が一邪魔されたら彼がパニックを起こすと、うん、じゃあ,じゃあ邪魔されないために、はい、じゃあ家族は何をするの、うん、静かに見守るだけではちょっと都合が悪い、はい、で彼がやりやすい環境を作ってしまってるっていうのが、うん、まあ長年の彼の 生活というかライイフスタイルになってますしかしもう息子は30歳になりますで小さい時はなかなかの強者ですもうこだわり抜いてあの日々の生活も本当に家族は大変でしたでも今は30年という月日が彼を少しずつ変えてくれてますそれはなぜかっていったら生きていく力がなんとなくついてきてますそれは多分周りの力だと思います あの周りの人たちの支援があって家族の力があって地域の方の支えがあって今があるのかなって思ってます、うん、やはり周りの方と一緒に生きていくっていうことがご本人にとってもそしてご家族にとっても周りの方々にとっても大切っていうことなんだなとね今お話を聞いてて思いました。さんはあの発達障害 と聞くと、まあ、本当いろんな障害があるんですけども。今、番組でね、初めて聞いたという方に向けて。説明するとしたら、どういうふうに話されますか。はい、例えば、と自閉症の方は、コミュニケーションの質の違いや。 人間関係や社会性の違いあと先ほど水神が言いました興味こだわりの3つがあるんですね、うんはい、例えばいつもと同じ道物行動が安心するのでこだわりこだわってしまうとか、うん、それがわがままと取られたりあと言葉も時期通りに解釈したりします、うん、でまた ADHD の方は衝動性と多動性がありわ、はい、かりやすく言えばジャイアンあの ドラえもんのジャイアンみたいなタイプとのび太くんみたいなタイプがあります、うん、で、学習障害っていう LD などもありますが今はそれを色々と合わせ持ってる方がほとんどです<ー>で、合わせ持ってるんですか一つじゃないんですね一つじゃないんです<ー>少し入ってたりいっぱい入ってたりするので、うん、なのであのスペク自閉スペクトラム症って言われてて、うん、その障害はグラデーションでいろんな方がいるっていう 捉え方なんですその上感覚の過敏さとか鈍摩さを持ってる方もたくさんいらっしゃって例えば過敏さの例としたら聴覚の場合スーパーに行くと流れてる曲や冷蔵庫の機械音子どもの声やレジ音など全て音が同じ大きさで耳に入ってきてしまうのでじゃあ私にとってはすっごい小さい音でこうジジジジジジというね 冷蔵庫のモーター音ですかね。何かこう、はい、ジジジジジって本当にかすかな音でも、その方にとってはすごく大きな音で、それがもう辛い音になって一斉に入ってきてしまうので、なので音を主査選択することができないんです。あ,あ、だからかなあの電車の中でね、あのヘッドホンみたいなあ,<ー>あものをつけてる方に出会ったことがあるんですけど、そういうことですかね。そうですね。 なるべく捉える音を小さくするっていう,うん、うん、そうなんですねあと口腔内の過敏さを持ってる人はあの苦手な食材を食べてる時はアルミホイルを噛んでるように感じるっていう方も、えー、<laughs> いらっしゃいますでもこれは全て生まれつきの脳の機能的な障害なので目が見えないとか手が不自由っていうのと同じなんですね、うん、あじゃあもう生まれつきっていうことは あの生まれてから、ね、どうなったとかいいうううことじゃななんんででで、ね、ですすすすねそそ生まれつきか、はい、水上さんはあのご自身がお母さんでいらっしゃって、はい、息子さんが、ね、あの自閉症で知的障害もあるというお話ありましたけどもこの発達障害は生まれつきのものだという話を聞いた時ってお母さんとしてどう思われたんですかえ まずは私は生まれつきとかそういうものではなくあの出産時に私が、うん、まあ早産だったのであ<ー>まあ早く産んでしまったのが原因なんかと、うん、まあ自分を責めました、うん、でも自分を責めたんですがあの後にこう、まあ、分かって生まれつきなんだとわ、まあ、私のせいではないんだという言い訳で申し訳ないんですけど、はい、私のせいじゃないんだ。うん、じゃあこれは 私のせいじゃなかったら向き合うしかないんだっていうその向き合うチャンスをねもらいましたそこで、うん、そのそれまではもう親のせいというか産んだ私のせいなのねっていうのですごくやっぱ自分を責めましたうん。 産んだお母さんのせいじゃないしい親のしつけでもないしそれはもう本当に生まれつき先天性の脳機能障害だということなんですねこの発達障害というものは例えば足が不自由で車椅子に乗ってるとか何か近所の人が見てすぐ分かるようなあの子どもさんだったらあサポートしようかなという気になるんですけどもみんなそういう感じなんですか発達障害の方って。 いやそれぞれなので、うん、その一緒に合わせ持ってる知的の度合いにもよるので一概、はいはい、に見ただけでは分からなかったりしますねでも多動性とか衝動性があれば、はいまあ、関わったことある人はあれってちょっとは気付くとは思うんですけど、うん、例えばどういうことが起こるんですか多動性衝動性だったら、まあ、じっとしてるのが難しいので、うん、みんなでお話聞いて、ね、絵本見てる時にでも一人そわそわしてたりとか。うん 誰か教室の後ろから、ね、来られたら、もうすぐそっちに気がいって、誰が来たって叫んでみたりとか。<ー>なんかそういうのは、はい、他のことはちょっと違うかなとは思います。電車の中でジャンプをして、嬉しそうにね、あの、何か言葉を発しながら、飛び跳ねてる男の子を見かけたりしますけど。その男の子も、もしかしたら発達障害の特性なのかもしれないですね。そのジャンプしてる時が落ち着く。 ね、うん。嬉しかったりとか、うんうん、落ち着いたりとかそそ、うん、それれれはのの子それぞみんな感情を表現する手段の一つななのかもしれいそういったこう目に見えないあの障害を体の中に、ね、抱えている、まあ、脳にですけど目に見えない発達障害がある人たちは災害時に特別な支援が必要になってくるんでしょうか水上さん。 そうですねあの災害時にというよりは平時からって考えてほしいかなと思います。日常、から日常災害が起きた時に何かをするとかいう感じではなく、うん、え日々の中から、えー、活動の中に、えー、災害を盛り込むといったら変ですけれど、はい、災害を想定した活動を少しずつ入れていく。うん っってていうののが大事なのかなかとは思ってます、うん、水上さんはあの発達障害児の皆さんの防災活動を続けていらっしゃって先日は防災フェスをという中で開催されてね、はいはい、私も家族で参加させてもらったんですがなぜこう発達障害児の防災活動をどうしても分かってもらいづらいんですね。うん、あの 黙って立ってて立たら、まあ、私の息子もそうですが、はい、あの1 7 0ンチ7 0キロの息子なんですが黙って立ってたら普通のお兄ちゃんもしくは普通のおじちゃんです<ー>なんですけれどちょっとその物音がしたりとかもしくはその気になるものが目の前を通過しただけで飛んだり跳ねたりもしくはちょっと大声を出してしまったりって言って。声が出たりととかするとあれこの人 ちょっと違う、うん、あれこの人なんだろうっていうようにこう周りの下から見れば不思議な人ねっててていううう見方をどうししもされてしまうんですね、うん、でもこの不思議な人っていうのをやっぱり地域の人にも知ってもらいたいので、うん、私自身は、えー、自宅の周りの、まあ、公園清掃に彼を連れて行ったりとか、はい、この不思議なお,おじさんはね、うんうん、不思議なおじさんじゃないよって、うん、危ないおじさんじゃないよと 私の息子はこんな息子なんですっていうのを地域の人にやっぱ知ってもらうっていう努力はしてます。でそれだけではなくってやっぱり普段からあの食べるものもこだわりが強いので、うんえー、災害時になったら菓子パンみたいなものがどうしても出てくるんですね菓子パンと野菜ジュースとか、うん、もしくは、まあ、今でこそあまりないかもしれませんが乾パンと。 氷砂糖とかっていうのをやっぱりビチキの中に皆さん用意をされます。うん、でも寒パンも氷砂糖も食べづらいです。うん、とてもでもこれをあの遊びがてらちょっと一口食べてみるみたいな活動をやっぱり日々の中で息子を通してやってます。うんうん、でそれをやっぱり同じように自分たちが運営してる事業所の中でも盛り込んでます。うん、これがすごく大事なことなのかなと感じてます。はいうん その中で、こう発達障害の人には災害で特別な支援は必要になってくるのかなって思ったりするんですけど。あの水上さんも実際に大阪北部地震の時に。発達障害がある方々と一緒にね、過ごしていらっしゃったそうですね。はい。あのグループホームがあります。はい、あのうちの母体の中に。はい、で、そのまあグループホームの方で、あの。 この北部地震の年っていうのは北部地震もそうですがあの台風の被害もありまして、うん、とてもあの災害の多い年だったなと今振り返れば思ってるんです。で,で,す、ね、で当然のことながらあの北部地震の時は朝早かったんですが、はい、もうその朝早い時点で皆さんあの作業所に向かってます、うんで。向かって結局ご自宅に帰るんではなく、うん ホームに帰ってきますでホームに帰ってきた時には、まあ、停電だったり断水だったりっていうのがもうすでに起こってる状態なので、うんはい、じゃあここからその断水してる電気も消えている、うん、ってなると怖いことしか残らないですよね恐怖しかないですよね、うん、どういうことやねんってなんでこんなことが起きてるのって、うん、説明したところでね本人たちに。 わかりやすすく説明っってて私たちもパニクまじゃあどうするよってじゃあもう仕方がないなってこれはもう楽しい活動に変えるしかないなって<ー>じゃあどんな楽しい活動に変えたらいい普段あのキャンプとかに出かけることがあるんですけれど、うん、じゃあキャンプみたいな活動をちょっと室内でやってみるみたいなんそんな形をちょっと取らせてもらったんですね。はいで だから子どもたちって、まあ、子どもたちといっても二十歳を超えてるあの方ばかりなので、うん、まあ彼らと一緒にご飯を炊いてみようみたいな、うん、じゃあ,ご、まあ備蓄がありますので、うん、カセットコーナーは必ずあります、うん、でそれでお鍋でご飯炊いてみよう、うん、普段は炊飯器で炊くものですけど、うん、じゃあご飯はこんなして炊けるんだよって、うん、お米をといでみる水を入れてみる火加減を見てみるみたいな感じで。はい で目の前で自分がかあの米を研ぎながら火加減見ながらって炊いていく姿を見たら、うん、なんか自分で炊いたご飯ってきっと美味しかったんでしょうね。うん、普段より食べてましたあそうですかなのでこういった活動が、うん、多分彼らにとってあの災害時に怖いものだなっていう怖かったなっていう経験ではなく、うんうん、いやこんな工夫したらうまくいったんだな っていう楽しい経験にはなったんではないかなとだから未だにその時に夜あの枕を持って寝たんですよみんなで集まって<ー>もうあの怖かったんで、うん、私たちも怖かったんですだからみんなであの枕を持って一つのお部屋で全員で寝たんですね、はい、そしたら今でも言いますねみんなで一緒に寝ようって。 って、あそうです今でも言います。みんなで,んで、ね、みんなで一緒に寝ようって。<ー>だから今は寝られへんねんって言って、今はコロナだからねダメやねんって言ってこの間も言ったんですけど、ねはいまだにあのマクラ持ってきます。すマクラ持ってきてみんなで一緒に寝ようって言ってくれる。やっぱり彼らはあの時の経験はすごくいい経験になったんやろうなって思ってます。もしね、あの家族の中に発達障害がある人がいる場合、災害時の 必要な備えっていうのは、ね、水上さん何が必要なんででしょううね。うでね。そす何がというかもう災害があったときにこの子のために家族は我慢しないといけないとか、うん、では災害は乗り切れないんです、うん、この子中心に何かをするっていうことはやはり長期間になります、はい、なのでそこはすごく難しいことになります。うん、ななのののでこの子に必要なものは何なん やっぱり家族でも話し合ってほしいで家族で話し合うプラスやっぱり地域の人にも、はい、この子の存在を知ってもらうっていうのは大事ですやっぱり知ってもらうことから始まる、ね、そうですねあの知っててもらうもしくは助けてもらえるあの周りの大人たちを作っておく、うん、駆けつけてもらえる仲間を作っておく、うん あの今で言ったらお母さん同士ちゃんとつながっておくとか、ね、もしくはあのそれこそ今でしたらね、法令、はい、とかもありますので放課後等でサービスで小学校とかね、はい、中学校が終わった後に行く施設ですねでそういったところの先生方とつながっておくとか、はい、もしくは今だったら計画相談員さんっていう方方がいますでこの方たちとまたつながっておく、はい、もしくは福祉のサービスも 少し知っておくっていう、うん、とにかくあの知っておくことはとにかく大事かなと思いますね。そうですねで。あとはそうですね。日々その備えるとすれば、うん、やはりあのいろんな場面に子どもさんと一緒に出かけて行ってみてください。うん、これは大事かなと思います。うん、あのでもそんな時間ないわって仕事も忙しいし、うん、そんな毎回毎回出かけられない。 っていうことであれば、ご自宅で例えばちょっと寝袋を使って寝てみるとか、うん、もしくは、えー、非常食を一緒に作ってみるとか、はい、普段食べたことのないものを口にさしてみるとか、うん、まあそれはお母さんが一緒やったら食べれるとかそうです、ね、っていうそういうことをなんかちょっと繰り返してもらえると、うん、あのうちで言ったら災害ボックスみたいなのを作ってるんですよ。<ー>何かあったらこれ持って逃げましょうっていう。うんで 本人の名前を書いてるんですね。はい、なので、その本人の名前の書いてるものの中に。本人の大好きな食べ物。うん、あの、これさえあれば、僕は大丈夫よっていう、あの。魔法の食べ物がありまして。うん、まあ、簡単に言ってしまえば、お菓子です。うん、お菓子がそこにあります。大好きなチョコレートとね。で、それをそこに入れてます。なので、それがあれば、僕はちょっとおとなしくできる。っていう大好きなポテトチップスも入ってます。その中に。はいえー、だから、まあ。 彼の大好きなものをそこに入れてますで、うん、普段彼が食べれるものをそこに入れてます、うん、やっぱりそれはご自身お子さんにとってもそしてお母さんをはじめご家族にとっての安心につながりますからね,ねそういった備え大切だなと思いますでは郡さんは児童発達支援管理責任者という立場でねいろんな障害のある方々と接していらっしゃいますが郡さんから見て 高発達障害のある人が家族にいる場合災害時への必要な備えというのは何だと思いますか私はよく保護者にお話しするのが、うんはい、あの避難所が開いた時に、うん、避難所に一度行っておいてくださいっていうのをお伝えしてます、うん、今でも在宅避難がメインってなってますがなぜでしょうやっぱり初初めめててのの場所に ね、周りの知らない大人と一緒に過ごさなければいけない時ってすごい不安になると思うんです、うん、でも一度行ったことある場所とか一度過ごしたことある場所でしたら、はい、まだ少しは安心して過ごせると思うんです、うん、で経験してるとしてないとでは全然違いますし、うん、親もそこへ行っとくとあうちの子ここに来た時絶対これ持っていとかなあかんわっていうのとかも、うん、あの見つかると思うんです。はい、なので必ずあの 家の近くの避難所が開いた時には一度行ってみてみください行くとまたそこの避難所の運営されてる方たちもあこういう子たちが来るかもしれないっていうのも分かってもらえますしじゃあそうなった時にあみんなと同じ体育館は無理やなとか。 それやったらこういう子たちが来たらこの部屋を開けようかっていうのも運営側も考えてもらえると思うんですん普段からその避難する小学校にはあの避難訓練をさせていただいてて体育館の前まであの校庭横切っていつも行かしていただいてるんです。ここういうういい子たち来るんんやなってののはそこの児童さんも なんか一応見て知ってはくれてますし<ー>で行った場合そのご迷惑かけますけれども大丈夫でしょうかっていうのはままずお話しさせてもらいます、うん、で,あのできればあのこの子たちのため他にもこういう子たちがたくさん来ると思うので一番奥の一番不便な場所でいいので、うん、一部屋開放していただけませんかっていうふうにはお伝えしようと思ってのます。あ ご家族だったりとかあの普段発達障害のある人たちと一緒に接してるあの方々から声を上げるっていうのは本当に大事なことですね、うん、水上さん。と思います。うん、そうなるとこう避難所に発達障害のある人がいたらこう私たちってどう配慮すればいいんでしょうか水上さん。そうですねあのやはりなんとなくこう見ててそうかなみたいな思いがもしあれば。うん もう声をかけてください私も声をかけられたらホッとします、うん、で声をかけるってまあじゃあどんな声かけが必要かっていうと「今何か必要なことない助けられるよって何かなんかない?」っていう、うん、その特別に「何かしてほしいですか?」っていう声かけではなく「何か困ってることない?」っていうその声かけでいいと思います。うん、その声かけで いやおそらく大概の人はいや大丈夫ですって答えます私もきっと大丈夫ですって1回目は答えます、うん、でもなんかないって言われたその言葉に多分時間差であ助けてもらえるんやっていう、うん、もうなんか安心感というかね、はい、それが多分芽生えてくると思いますやはり一人ではは災害は乗り切れません、うん、誰かに助けてもらわないと無理なんです一、うん、人で なんとかしようなんていうのは今までのの災害を見てても無理ですなのですな自分も甘えられるんだということをお母さんたちも知っててほしいし、うん、周りの方たちにも甘えさせてもらえるっていうお母さんたちが必ずいるので声をかけてくださいと。はいうん、で親はどうしてもあの他人に迷惑かけてると。 もううちの子こんだけ飛んだり跳ねたり大きな声出すから肩身が狭いんですよなので車中泊にしようとか、はい、グランドの隅っこに行こうとかっていうことになって支援物資も届かないっていうそういう環境を作ってしまって残念ながら車の中で辛い思いをしてしまうっていうのを何回も災害がありながらも何回も繰り返してきてます。はい、これが現実でです、うん、なので 自分たちも助けてねっていう声をやっぱり上げていいと思ってます私は、うん、でも助けてねという声を上げた時に、はい、助けますよっていう優しい声が返ってきてくれる社会になってくれたらいいなと小森、うんうん、さんはいかがですかもうリスナーの皆さんに伝えたいことっていうのは今どんなお気持ちなんでしょうかそうですね家族さんは多分先ほどもね水上が言ってたようにもう 常々、ね、すいませんすいませんって過ごしてはる方がたくさんいらっしゃるんですね。うん、なので何か困ったらすぐ言ってくださいねっていうことを一言必ず伝えてあげてほしいなっていうのと、うん、そ,それを教えてもらった時に必ずあのシェアしてほしいなと共有してもらいたいいたなぁとは思います、ね、あとやっぱりそういう方たちってその大勢で過ごすことが苦手だったりするので。あの 少人数や静かになれる場所はあの提供すぐ提供できるようにしておいていただけたらなと思います、うん、皆さんがねこう優しい気持ちで接するにはあのまず知るってことが大切で、うん、今日お話しいただいたことの中でも私もたくさん初めて知ることがありましたリスナーの皆さんはいかがでしたでしょうか今、郡さんがおっしゃったように聞いた話を共有する。 みんなであの語り合うっていうことが理解が広がっていくことにつながるんじゃないかなと思います今日の放送を聞いてあなたはどんなふうに感じられたのでしょうかぜひ番組でも語り合いたいなと思いますのでメッセージをお寄せください e ー a i は 117-mbs1179.com117-mbs1179.com 11 おはがきや封書は郵便番号 530-8304530-8304MBS ラジオネットワーク1.17係までお送りください。お便りを紹介した方全員に番組特製の紙石鹸をお送りします。初めて聞いた方もぜひ気軽にお寄せください。お待ちしています。今日は発達障害児の防災活動などを行う NPO 法人アンジュの代表水上さゆりさんと 児童発達支援管理責任者の郡奈美さんにお話を伺いました。水上さん、郡さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。